先攻ドラゴン1、後攻ティータン、レディーファイト。ギャンギャン吠えるだけの発情期の犬みたいだな、下手くそなアプローチ。これ言葉の格闘技、勢いだけでお前それ吹きでする装備。頭前後わからせんよ、やたらせんのさとお客をヘッドバンクさせるぜ、遠慮なく俺が蹴飛ばす、ある意味切り裂くぜ、これが専門家。いやあ、お前よりも取れてるアプローチ、孵化したバルコーニー、脳内のファクトリーは100通りあるぜ。お前とわけが違うよ、言葉の格闘技、ボズドラ版俺の手のひらで踊ってるカツオブシ。はい、オッケーオッケー、キャンキャン吠えてんのどっちの方、生きったとこで怖くねえよおめえなんかよ。分かってねえな、ライブもできねえ、ただのフリースタイルライマー。まだまだ赤ちゃん首が座る前か、言ってることイカ様同然、皆様同然、今様御前、お前が罵倒でないぜ可能性、わかる妥協点なしにお前らそこで加工戦、言葉運んでく、ここで遊んでく、おまけに余裕ステージ上部でぶっ飛んでく、えい上野さん行かず絶対勝つぜ、ボルツの尻拭いで形勢逆転。過剰せん、うん、踏んだライムの数か、何も残ってないお客の駒がお前の発祥センス、いつまでも変わらないクソガキみてえなファッションセンス、まずはティータンクの毒を鼓膜の中に過剰摂取。相手じゃねえクソみたいなパイセン、なんだってよらったとこで怖くねえつってんだろこの野郎。おめえのライムなんか誰も聞いてねえよ、神奈川のやつはライフとライブを見てんだよ、ファックオフ。このクソ坊主倒すのがプロローグ、まだまだこの勝負楽しい様子、俺がストロングのパンチで打ち込む、勝ちを成し得る、お前も言ってるけど客上がってねえしな、オンタチだろ存在証明はな、これはテーマパーク、生きがってる、何やってる、間違ってる、俺がセメント、セメントよりも硬い、ダイヤかサファイアよりも硬い、一種のフリースタイルで会心の一撃、危機的状況に落ち込んでやるよ、かまってこいや。いやクソ坊主だから体一貫で当たってる素の勝負、俺のライブ DJ ハリを落とすでストローブ、わかるかな、こいつよりクソドープ、こいつがクソ坊主、まず顎かち割るティータングミルコクロコップ。相手じゃない、お前の地元、まあ横浜いいかもな、俺はどこだ、レペゼントシーサイド湘南、シーサイ、俺は鎌倉、ここに立ってのはキャッスルレコードからの赤札。終了。